はい、あとはこういうね、壺も、壺っていうかこういうのもありますね。これも壺でございます。これは信楽焼きとかって確か言ってましたね。で、こういうふうな、もうですね。多分こう、花入れとか、あとは、植物とかね。まあ、いろんな用途によって、壺って使い道があるんじゃないかなと思います。でね、こういうふうに底の形が、きれいにこう、なっておりますね。で、ここに、こう丸くね、こうなってるのがまた特徴的でございますね。まあ、壺によっても、本当壺が大好きな人にとってみるとね、いろんな形してるのがあってね、それがなかなかね、いいっていうこともね、あるらしいですよ。で、こういうふうに、なっていてね、なかなかこう、全体的にね、面白いんじゃないかなっていうふうに感じますし、まあ、なかなかこういったところがね、いいのかなっていう感じですね。こう、ちょっとこう触った感じ、こうザラザラしてる、感じですとかね。あとはこういう、なんていうんですかね。こういうところのね、美しい、信楽焼き独特のね、こういうところとかが、なかなかいいかなっていう感じでございます。いかがでございましょうかね。まあ、こういったものもこう買っていただけるとね、なかなか、なんていうのかな、用途が使い道があっていいのかなっていうふうにね、思いますね。というわけでどうもありがとうございました。